紅白歌合戦に K-POP 制が参戦。スノーマン、ナンバーアンダーライン愛との夢の共演なるか。2024年の見どころを徹底解説。NHK 紅白歌合戦は、長年にわたり日本の大晦日を象徴するテレビ番組として、多くの視聴者に親しまれてきました。しかし、近年は視聴率が低迷し、特に昨年は過去最低の視聴率を記録しました。その要因の一つとして、 旧ジャニーズ事務所の性加害問題がが大きな影響を与えたことが挙げられます NHK はこの問題を受けて、しばらくの間ジャニーズ所属のタレントを番組に起用しないという方針をとっていましたが、状況は徐々に変わりつつあります。具体的には、旧ジャニーズ事務所がスマイルアップ社へと変わり、被害者補償や再発防止策の進展が見られたことで、NHK との関係も改善の兆しを見せ始めています。 このような背景から、今年の紅白歌合戦では、スノーマンやナンバーアンダーラインアイのメンバーが出演する可能性が高まっています。スノーマンは、ここ数年で圧倒的な人気を誇るアイドルグループであり、彼らのパフォーマンスは常に高く評価されています。特に、今年上半期の音楽セールスでは圧倒的な成績を収めており、NHK としても視聴率を回復させるために、 彼らの出演を強く希望していると言われています。実際、昨年の紅白が最低視聴率を記録したのは、旧ジャニーズのタレントが出演しなかったことが一因とされており、今年はその鉄を踏まないために、SnowMan を紅白の舞台に呼び戻す動きが進んでいます。一方で、ナンバーアンダーライン愛の存在も注目されています。このグループは、キングプリンスの元メンバーたちで構成されており、 今年1月1日にデビュー曲、GOT をリリースし、大ヒットを記録しました。もし彼らが紅白に出演することになれば、ファンにとってはキング・プリンスの5人が再び揃う姿を見る貴重な機会となります。これは、ファンにとって感動的な瞬間であり、特に2022年の紅白で5人が最後に一緒に出演したシーンが蘇ることでしょう。しかし、ここで注目すべきは、 SnowMan やナンバーアンダーライン愛の出演が単なる話題作りに終わるのか、それとも「紅白」の新たな価値を創出できるのかという点です。視聴率の回復だけが目的ではなく、「紅白」という舞台が持つ特別な意味をどのように再構築するかが問われています。かつては、大晦日の「紅白」は特別な時間であり、家族が集まって一緒に楽しむ番組でした。しかし、現代のテレビ視聴習慣は大きく変わり、 紅白の魅力が薄れつつあると感じる人も少なくありません。特に、若年層のテレビ離れが進んでおり、彼らにとって紅白がそれほど重要なイベントではなくなっている現実があります。それでもなお、紅白には国民的な舞台としての役割があります。スノーマンのファンの中には、紅白出演にあまり興味がないという声もありますが、一方で、彼らがさらに広い層に知られるためには、 紅白のようなな大規模な舞台が必要だと考える人もいます特に、彼らの目標の一つとして掲げられているのは、子どもからお年寄りまで、誰もがメンバー全員の顔と名前を一致させられるようなグループになることです。そのためには、紅白という舞台は理想的な場かもしれません。紅白は、日本全国に向けて放送されるため、幅広い層にアピールする絶好の機会です。さらに、 NHK は朝ドラや大河ドラマといった国民的な番組を制作しており、これらの番組に出演することも、国民的アイドルグループを目指す上で重要なステップとなるでしょう。一方で、キングプリンスとナンバーアンダーラインアイのメンバーが再会することに対して、ファンの中には複雑な思いを抱く人もいます。キングプリンスの残ったメンバーのファンにとって、元メンバーとの共演は歓迎されるものではないかもしれません。特に グループの分裂に伴う感情的な傷がまだ癒えていないファンも多く、紅白という舞台での再会がどのように受け入れられるかは不透明です。それでも、もしこの再会が実現すれば、多くのファンが感動し、過去の栄光が蘇る瞬間となることは間違いないでしょう。さらに、スノーマンやキングプリンスのメンバーだけでなく、NHK が紅白に向けて検討している他の出演者についても注目が集まっています。 K-POP アーティストの出場が増えている中で、日本のアイドルグループがどのように競り合い、国際的な舞台で活躍するかが問われています。また、クリーピーナッツや米津玄師といった新しいアーティストの出演も予想されており、今年の紅白がどのような形で新しい価値を提供できるかが期待されています。一方で、視聴者の中には、紅白に対する関心が薄れているという声もあります。特に、 昨年のスノーマンのファンの多くが、紅白よりも彼らの年末ライブ配信に満足しており、数分間の紅白出演よりも、長時間にわたるライブパフォーマンスを楽しみたいという意見が多く見られました。これは、現代のファン文化が大きく変化していることを示しています。SNS や YouTube など、ファンがアーティストとより直接的に関わる機会が増え、 紅白のような伝統的なテレビ番組が必ずしも最適な舞台ではなくなっているのです。スノーマンやストーンズ、何は男子など、多くのジャニーズ関連グループが独自にライブ配信を行い、ファンと密接につながる新しい形のエンターテイメントが誕生しています。このような背景から、NHK が紅白の視聴率に固執する理由に疑問を持つ人もいます。視聴率は民放にとってはスポンサー獲得のために重要な指標ですが、 NHK は受信料で運営されているため視聴率にそこまでこだわる必要があるのかという疑問が投げかけられていますむしろ国民からのアンケートをもとに出演者を選ぶべきだという意見もあり「紅白」の形式や選考方法自体が見直されるべき時期に来ているのかもしれませんまた「紅白」出演が名誉であるとされてきた一方で昨今の音楽シーンはますますグローバル化しています 特に韓国のエンターテインメント業界は、国際的な音楽市場で圧倒的な存在感を示しており、日本のアーティストがその中でどのように位置づけられるかが重要な課題となっています。紅白が国内に向けた番組である一方で、国際的なアーティストが多く出演する場面も増えており、日本のアイドルグループがどのようにその中で活躍できるかが問われています。さらに、紅白という舞台は単なる音楽番組ではなく、 政治的な影響も大きいことが指摘されています。特に、旧ジャニーズ事務所に関連するタレントが出演することで、消化外問題に対する批判が再燃する可能性もあります。この問題はまだ完全には解決しておらず、視聴者の中には、彼らが紅白に出ることに対して否定的な意見を持つ人も少なくありません。NHK がどのようにしてこの問題に対処しつつ、番組を構成していくのかが、 大きな注目点となっています。今年の「紅白」がどのような形で放送されるかは、まだ不透明な部分が多いものの、いくつかのキーポイントがあります。まず、スノーマンやナンバーアンダーライン愛の出演が視聴者をどのように引きつけるか。そして、「紅白」という番組が新たな価値を乱しつつ、かつての栄光を取り戻すことができるかどうかが問われています。テレビ業界が変わりつつある中で、 紅白歌合戦もまた、時代の変化にどう適応していくかが大きな課題です。どんな未来が待ち受けているにせよ、今年の紅白が一つの転機となることは間違いありません。